阿波野健次郎阿波野健次郎昭和11年8月23日は日本の教育者、道の区国一の関出身。新潟英語学校、新潟中学校を経て文献に合格し1886年に中学師半角学,学校英語科教員免許状を受け、東京府中学校一等女教諭となった。翌年から第一高等、中学校英語教員職卓。 1889年から第一高等学校教諭、1890年から第一高等学校教授を歴任した。東京時代の教え子に、夏目漱石、若津玲二郎、本田幸太郎らがいる。1892年、第二高等学校教授に転じ、1903年からは語学研究のためイギリス、フランス、ドイツに2年間留学した。 1925年、退官。同年、第二高等学校講師職宅になるとともに、名誉教授の称号を得た。一の関半藩氏の家の生まれだが、廃藩知見による父の失職に伴い、新潟県に移る。16歳で上京し、東京中の図書館に3年間通い詰め、古今東西の諸々の書籍を言語で読破した。英語は元より、 ドイツ、フランス、イタリア、ラテン、ロシア、ペルシャ、中国の覚悟を開始、読書量は抜群に多く博覧狂気で、教職についてからも英国出身の英語講師が阿波野に教えを請うほどであった。東北大学の旧アマミキャンパスには通称阿波野観音という繁華カシー像があるが、これは阿波野が1932年の退任時に肖像画を作りたいという教え子らの申し出を断り、 肖像画を作るくらいなら、観音像でも混流してはどうかと提案したことに由来する。淡の観音は、東北大片平キャンパスへの移設が検討されている。ありがとうございます。